んかすごい増えた敵が。ワコアバクさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。シダホンさんいらっしゃい、サンコメさんいらっしゃい、ハマチさんいらっしゃい、アキラキさんいらっしゃい。わあ、また増えた経験値、ウハウハだ。ロコンさんいらっしゃい。ラップフィーナ、イズマイネさんいらっしゃい、ハチコメさんいらっしゃい、ノリトペさんいらっしゃい、ウィンドさんいらっしゃい。波紋パワーの修行中。ジーチコメさんいらっしゃい。ジョジョ4部っていつやるの？来年の春ぐらい？お、ムチレベルアップ。なぜ回った？ほう、やっと倒した。カッペはね、手裏剣だね。飛び道具系。13個目さんいらっしゃい。方向か。姉貴の貴重なレベルアップシーン。決まったってだけだとまだ時期はあれか。アコザーランいらっしゃい、今日も疲れたぜ。明日やっと金曜日だね。お疲れお疲れ。おや、こっちか。ぐるーっとしてて、あ、今落としたやつかな。丸いの見えたね。うん、もう金曜だよ。ズンさんいらっしゃい。曜日なんて関係ないがな。そうなの？お休みない系？殴ってる殴ってる。明日はみんなお待ちかねの好奇心枠だよ。脱出ゲーム。勝った。月 3,4 回少ないな。体壊さんようにね。肉を食おうぜ肉を。体力をつけよう。体力と元気を。好奇心で夏目をパンパンする。あの BGM が来るのか。マットさんいらっしゃい。フィーナとはなんか、お、小村ムチが回復してる。で、ラップがディスカッターにしよう。元気出た。気持ちいい。走れジャス。だったったった。お金1万円ぐらい貯まったかな。16,506円。
雨雲の杖って偉大だったんだな。うん雨雲の杖。出会い頭、ちょっとで作っていたのにまだつかない。もうそろそろじゃないかな。プラギン、ラップもう使えないね。ミルダさん、お、大陸割り行きましょう。大地よ、目を覚ませ。みんな今何のゲームしてんの？ゲームしてる？ニコ生のゲーム実況を見る人がゲームしてるとは限らんもんね。逆にしてない人の方が多いのかな。全員まとめてぶっ倒してやる。結構私も人のプレイ見るのが好きだから、それに時間を割いたりもするけど。あ、イカやってる。あ、DD4 やってんの。モンスト、スマホゲーのやつか。キチコーラスあ、カンコレね。ジャガさんいらっしゃい。 DD4 か。あれってやっぱ基本無料じゃきつい感じなん？あれマーヤが出てるからさ、ちょっと気になるっちゃ気になるんだけど、またいつもの悪い癖でさ。まあ無料だからダウンロードぐらいはしてもいいんだけど。お、ラストオブアスのマルチ、マルチあるんだ。来ました、レーヌの村。うん、無料なんだよねあれ。でもやっぱり課金しないとっていうあるじゃん、無料だけど。なんかやっぱ課金しないと楽しめないなっていう。アイテムボックスがきつい。やっぱりそういう問題があるんだ。レベルが低い時の方が面白い。へー、ドラクエとかも買いました。なんかこう自分が遊ばないジャンルのものを遊んだりするよね。メタルギアやってる。なんか空気が綺麗そう。ここがレーヌの村さ。どうだい、綺麗なところだろう。レーヌの男ってのは頭が良くてね、特に三賢者はすごいんだよ。聞きたいことがあるんじゃないかい？三賢者か。アレントについて何か聞けるかもしれないな。ダーリンに会おう。ダーリン、ダーリンはどこにいるのかな。水辺の店。モンハン買うよ。予約はしないけど、12時組なんで土曜の夜かな、金曜の夜か。お、お店だ。ジョナサンいらっしゃい。ああ、ほんとだ、落ちるね武器威力が。真っ二つの斧。うん、DL じゃなくて、12時、24時間やってる店舗が売ってくれる、12時になったら。とりあえず置いとこうか、置いとこう。そろそろアク、そろそろアクションがしんどい。おっさんを見るぜ。まずはみんなギルカを交換しよう。ここが宿か。宿。ダーリン、なんだよミルダ、なんかあったのか。ダーリン、あら、かわいいわね。会いたかったの。え？え？ダーリン、会いたかったわ。こいつがダーリンのあのモコモコした腕枕がなかったから、旅の間中寂しかったの。ちょっとミルダさんが可愛く見えてきた私もだよ。隣でミルダが昼寝をしていないと本を読んでいても落ち着かなくてね。でも今夜は久しぶりに二人でゆっくり食事ができるね。牛は食べるんですか？二人でね。おいおい、二人でって、まさか、その、が、が。あ
改めて紹介するよ。この人が三賢者の一人、そして私の愛するダーリンだよ。ダーリン、この子たちが私のお友達ジャスティンにフィーナにラップよ。はじめまして皆さん、ミルダがお世話になったそうですね。歓迎します。さあどうぞ。牛が喋ってる。かぶり物とかじゃないよね。ヨシオさんいらっしゃい。かぶり物ですよね。あ、かわいい。すごいな新大陸、何でもありだね。ふむ、なるほど。すると君たちが災いの塔を止めてくれたわけだね。皆を代表してお礼を言わせてもらうよ。ありがとうジャスティン君、フィーナ君、そしてカフーのラップ君。うん、私たちは石になっていく村を救うためあの塔のことを調べていたのだが、そんな恐ろしい怪物がいたとは。ガイアでしたね。君たちはそのガイアとやらが人や森林を石に変えてしまうのを見たと言ったね。なんとすると。大昔にエンジュール文明がこの地上から忽然と姿を消したことと何か関係があるかもしれない。あ、こつです、いらっしゃい。ねえダーリン、この子たちはね、そのエンジュール文明を探して旅をしてるんだってさ。ズズズ。ふむ、エンジュールの話をする前に、先ほどから気になっていたのだが、ジャスティン君の持っているその石は。お、気づいたね。父さんの形見なんだ。うん、やはりそうか。神話にある精霊石。うーむ、まさか実在していたとは。こいつのおかげなんだ。リエーテに出会えたのも、アレントを目指すことになったのも。ほら、鍵だってもらったんだぜ。おお、そのメダルは。伝説にあるエンジュール神殿の鍵、知恵のメダルじゃないか。いくら探しても見つからなかったのに。リエーテが言ったんだ、これを持ってアレントへ来いって。精霊石リエーテ、知恵のメダルか。なるほど、君はまさにエンジュールへ招かれるものというわけだ。ダーリンは何牛ですか。アップかわいいね。エンジュールに招かれるもの、俺が。私たちレーヌの三賢者はエンジュールについて知っている限りのことを君に伝えよう。招かれる者への賢者の務めとして、そしてカフーの森を救った君たちへの感謝の気持ちとして。さあジャスティン君、何か尋ねたいことがあるかね。ズズズズ。上から行こうか。紅玉人は一体。リーンって子だから、フィーナの姉ですね。ん、ジャスティン君、今何と言った。紅玉人とそう言ったのかね。精霊石の力が一つに集まろうとするとき、力を受け継ぐ者、紅玉人が生まれる。あの言い伝えは真実だったか。エンジュールにボンジュール、いらっしゃい。エンジュールへボンジュールです。4、なぜ牛なのか。なれそめよ。まずなんで牛なのかを知りたい。まさきさん、いらっしゃい。どうだろう、二人は鳥と豚なのかな。ちょっと期待しようか。残りの二賢者、ダーリンは美味しいですか。それにもう一人リエーテを見てる、見てるリーンとリエーテの二人の婚約人。婚約人って一体。ん、ジャスティン君、リエーテは婚約人などではないぞ。彼女はアレント神殿の神官なのだから。そうだったのか。じゃあ今のところ出会った婚約人はリーンだけだ。石になった人を元に戻す方法、アレントに行けば、その答えは見つかるのではないか。私たちはそう考えていた。だが私たちはその扉を開く鍵を手に入れることができなかった。それがジャスティンたちってことか。それって石になった人を助けられるのも俺だけってことなのか。エンジュール文明とガイアの関係って気持ち悪いやつですね。3人組といえばレイアース。鳥は絶対怖い。かつてエンジュール文明は強い力によって栄え、また強い力によって消滅したという。おそらくその力は人が触れてはならないものだったのではないか。私はそう考えるのだよ。その力ってのがあのガイアなのか。
うん、そのあたりは私よりもデーリン殿の方が詳しいだろう。来た、デーリン。彼はエンジュールの歴史の専門家だからね。うん、役に立った。さっき言ってたよな、ダーリン。俺だけがアレンと行けるって。でも俺わからないんだ。どうやったらアレンと行けるんだ。教えてくれ、ダーリン。ダーリンって名前。焦りは禁物だよ、ジャスティン君。何、時が来れば必ずアレンとへ行ける。君はエンジュールへ招かれるものなのだ。何神父さえ顔してんのさ。ダーリンの言葉に嘘なんてあるもんか。私が保証するよ。うん、ありがとう。アレントへの道を開くためには多くのことを知らねばならない。しばらくはこの村にとどまって残る二人の賢者の話を聞くといい。じゃあ一回寝ましょうかね。まずデーリン殿を訪ねる。ビルダー付き合ってくれるらしい。まっすぐ西へ行って2軒目の斧を立てかけてある家。西ね。止めてくれないね。ダーリン多分名前だね。デーリンって。家の前で遊んでる。これか。デーリンの家。やばい、黒毛和牛。黒い。食べたい。サルバエキスをかき混ぜて、モギのねルルの葉。ふふふんふん。仕上げをほいっと。いたの？うん。牛さん兄弟か。こちらの方々は？エンジュールの歴史のことならあんたが詳しいって聞いてきたんだ。あのさ、実は。あ、和牛ではないか。黒毛牛。あなた方のことはモゲ族の方からよく聞いております。俺って有名なのかな？でもモゲ族ってギドかな？確かにカフーの状況はエンジュール文明が消滅した時とよく似ている。はあ、じゃあやっぱりガイアの力でエンジュールも。そう考えて間違いないと思います。けどガイアが原因だっつってもよ、人が石になるってのはこれは一体どういうわけなんだ。かつてエンジュールが消滅した時にはその直前に異常なまでの精霊の減少が確認されています。つまり精霊の現象が石化を引き起こすのではないかと、こう考えられるわけです。ああ、それってもしかしてガイアが精霊を吸収して成長するってこと？ふむ、なかなか鋭くていらっしゃる。確かにそう考えれば辻褄が合いますね。ガイアが精霊を食べちゃうと。マコツいらっしゃい。ジャージー牛かな？乳牛っぽい。まさかのメスで、石になった人たちを元に戻す方法はあるのかい？そうだね、精霊を取り戻せば元に戻るかも。イニシエの書によると精霊を取り戻す方法は書いてあるのか。ページが破れていてわかりません。ローストビーフになりてえのか。やれやれ、乱暴な人だ。方法がないとは言ってませんよ。やっぱ牛と認識してんだな。彼らも牛だって。うん、犬牛のところで来ました。いらっしゃい。犬牛っていうのね。ローストビーフ食べたい。アレントへ行けば、あるいはやっぱりアレントか。でも俺たち分かんないんだ。どうやったらアレントへ行けんのか。あ、ドーリン。ドーリンね。次、ダーリン、デーリン、ドーリン。ドーリンの家はどこ？と
にかく訪ねてみてください。りなすけさんいらっしゃい。食べたいね、焼肉食べたい食べたい。おうち焼肉しよっかな。ドーリン様はいい年してあんたたちが見たっていうリエーテにお熱あげてんだ。へえ。ちっちゃい牛がいるよ。南東の湖のそばにあると。あ、かわいい。ちっちゃい牛がいる。ドーリンだけ牛じゃないとか。南東南東ん、なんか牛の、なんだこれは。ここミルダの家だって。あれかな、これこれ。ライズさんいらっしゃい。やっぱ牛だ。ドーリン様、私の友達がアレントへの生き方を教えてほしいってんだけど。あ、鼻水垂れてる。おお、アレント、エンジュールの知識を司り偉大なる紅玉人の神殿が置かれる場所。それぞれその知識ってのがあれば石になった人たちを助ける方法がわかるかもしれないんだって。頭悪そう。でも三賢者だよ。エンジェラさんいらっしゃい。俺アレントに来いって言われたんだ。リエーテっていう、リエーテリエーテと言わなかったか。いや言ったぞ。教えてくれ。瞳の色はブラウンかグリーンか、それともブルーか。おお、リエーテ殿、大丈夫かなこの人。そうだ、リエーテ殿といえば、え、何、何なの。おお、あなたがリエーテ殿か。まさにまさにわしのイメージ通りのお姿じゃ。違うよ、俺はジャスティンでさ、こっちがフィーナとラップ。それよりアレントの生き方を。あー、なんか話が通じないけんボケてんのこの人。こいつは焼こうか。おお、さあいかん若者よ。虹の泉よりアレントへ。お、虹の泉、なんかあったね、虹っぽいとこ。うるわしのリエーテ殿に会うために。確かにわしは誰だったっけ。ここは一体どこなのじゃ終わってるぜこのおっさん。はあ、やっぱダメみたいだね。町の村に角を置き忘れてからはずっとこの調子なんだ。あ、前の村角。あ、ほんとだ、角がない。角がないと話が聞けないのかい。うん、角は賢者の知識の源だからね。でもあそこはねえ、ドーリン様。むにゃむにゃ、リエーテ殿、寝ちゃダメだよ。おっさんの角を探しに行く前の村だって。村から出りゃすぐわかる。片方ないように見えたね。エルクさんいらっしゃい。まさかの牛が出てきた。あ、昔のレーヌのことさ。暮らしやすいいいとこだったんだけど、何年か前に突然異変が起こってね。で、住めなくなった村を捨ててみんな今の場所に移住してきたんだけど、今にして思えばあの時の異変もガイアのせいだったってことかい。俺たちの村と同じ目にあったってわけか。で、前の村ってのはどこにあんだ。ちょいと南東へ行ったところ。どっから来たっけ、あれか。ちょいと行ってみよう。お使いイベントだね。角イコール脳なのか。レーヌハイソン、すぐ行けるならね、取ってくればよかったのに。ね、スペシャルダンジョン、セーブをね、分けました。とりあえずは行ってないです。
なんか不思議な場所になってる。これが本当に村だったのか。そうさ、ここが昔のレーヌさ、今の村と同じぐらい、いやそれ以上に綺麗な村だったんだよ。グランジャと聞いていらっしゃい。石の森よりひでえぞ。空間がねじれてるとか歪んでるとかダーリンが言ってたよ。モンスターも出てくるし、うん、変なうねうねしたのも出てくる。ドーリン様の家は一番奥にあったから、かなり深いとこまで行かなきゃなんない。あれ帰り道かな。やばい空間。192個目さんいらっしゃい。結局寝てないのか。異次元空間。あ、なんかいる。スターフィッシュがいるよ。ぐる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 。消えやがった。人手間。クリアするといいアイテムが手に入る。うん。まあもう犬がいるぞ。ちなみにスペシャルあそこに2個ある。あ、1個しか見つけてないな。なんかお城。男なんだろ、グズグズするなよ。ヒント全然見てない。もうね、ディスク2になってからなくなったね。もうヒントはこれで最後ですよって、なぜか励まされた天の声に。ギャバンの歌詞。若さ若さってなんだ。ヒントは廃業。デカおじさん引退したよ。星になりました。振り向かないことさ。サボテンダーがいる。ふふ。たまには振り向こう。これはなんだ。敵か。おなんか食らった。砂漠1に1個と砂漠2に白。へえ。砂漠1にあるらしい。あ、やめて。やばいな、逃げます。逃走。あ、お疲れ様でした。次役行きます。ちょっと回復せねば。素敵だった地獄武士。あれ、ただの罠だったね。戻れたらセーブしよう。ヒデさんありがとう。うん、逃走ボイスもね、しっかりやります。